はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される心因性腰痛症、近年は痛覚変調性腰痛なんていう呼ばれ方もしますが、こちらについてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛に関してはこれまでも何度か取り上げさせていただいてるんですが、最新の知見も交えてですね、より分かりやすく説明をさせていただきたいというふうに思います。腰痛の中には実はですね、腰自体が原因ではない、腰以外の体の機能であったり、私たちの心を司る脳の錯覚によってですね、痛みが引き起こされたり、痛みがより強く感じてしまう腰痛というのは実は存在します。これは過度な疲労であったり、過剰なストレスであったり、ネガティブな思考などによって、私たちが本来持っている脳内の鎮痛システム、痛みを抑えるシステムがですね、乱れてしまうことにより生じるというふうに考えられています。さらにこれによってですね、腰痛に対する不安とか恐怖が長引いてしまうと、それがですね、私たちの脳の中の痛みをに関連する部位があるんですが、そこの脳の中の萎縮を引き起こしてしまって、機能低下を生じてしまうということがあります。すると実際の痛みと痛いと感じる感覚にこうズレが生じてきてしまって、いつも何をしても痛いというふうに感じてしまったり、痛みが長引いて気分が落ち込むなんていう腰痛が発生するということがあります。場合によってはですね、腰自体の痛みがすでにないにもかかわらず、痛みを感じるということも実際あります。でこれを心因性腰痛、または痛覚変調性腰痛というふうに最近は呼ばれます。でこのタイプの腰痛解消を目指す際には、認知行動療法と呼ばれる医学的根拠に基づいた治療アプローチが効果的になってきます。この認知行動療法というのは、人の気分は物の考え方とか受け取り方の影響を受けるという心のですね、情報処理プロセスに注目をした上で、痛みを感じた際の反応性と分類をして捉えるということをして、これに沿って適切に行動するということで、その問題解決を目指すアプローチというふうになります。例えばその一例として、日記を書く、痛み行動日記を書くということが実はあります。これは思い込みをですね、こう取り除いて、腰痛がどういう原因で起こったのかをこれを見つけるためです。で文章、日記なので文章でもいいんですが、例えばこのスライドのようにですね、箇条書き、例えば日時ですとか、痛みの強さ、例えば10段階で書いたりですとか、起こったことですとか、こう政府の感情というのをこう項目別にこう上げるなんていう方法も実際あります。でその上で、痛みが楽な日にその時の共通点を見つけて、以後の生活にしっかり反映させるということをですね、繰り返し行うことが有効な対策になってきます。実際このアプローチをすることで、歩行の量が改善したですとか、日常生活活動 ADL というふうに言うんですが、この拡大につながったなんていう事例も存在しますので、ぜひこの辺りですね、参考にしていただけると幸いです。ただ一方で、この認知行動療法、やっぱり少々分かりにくい段階であるというところもありますので、これからはですね、より分かりやすいように実践例を用いて説明をさせていただきます。認知行動療法の特徴は、ある状況に対する反応ですね、認知と行動、身体反応、気分、感情、それから行動遂行という4つのですね、側面に分けて捉える、これが大きなポイントになってきます。じゃあ例えば腰痛の治療で病院に1時間待たされたという事例があったとする。これが状況になります。でこれに対して、頭の中に患者を待たせるなんていうこう思いがこう湧き上がってしまって、イライラしてきてしまって疲れてくるので、その感情に突き動かされて文句を言ってやるという行動をとってしまったとします。そうするとその後の治療を受けに際しても、例えば病院ですとかそのスタッフとですね、関係がやっぱり気まずくしてしまいますし、好ましくない結果を招いてしまったということが実際あったとします。この際、まずはこの図をですね、頭の中に思い浮かべていただいて、ただこの時に実は自分で行動を決められるというところが選択できるところ、それは認知や思考というところと行動遂行という部分は自分で決めることができます。なのでそこをですね、修正改善を目指していきます。どういうことかというと、認知や行動ではですね、個々と受け止め方の原因を分析をして、これが自身にどういう影響を与えているのか、先入観なく客観的な視点で見直すということをします。行動遂行では確実に達成できる小さな目標を設定した上で、これを実践する中でうまくできたという成功体験を積み重ねます。先ほどの例で挙げてみましょう。この1時間待たされたという状況を考えた時に、じゃあこの中で普段できないことをするチャンスだという客観的な視点もですね、認知や思考のところから読み取ることができます。そうすると、じゃあ行動や遂行を変える。じゃあ本棚に普段あるけど見ていない漫画を読んでみようなんていう適切な対処行動をこう取った上で、それをですね、することで身も心もリラックスできますし、過度なこうストレスをためることもありませんし、病院スタッフとの関係を気まずくするということもありません。治療においても望ましい結果を招くということができるようになります。特に近年、個人の主体的な体験になりがちなこの痛みと快感とか達成感に関する脳の部位というのは実はほぼ一致しているということも言われています。なのでこのプロセスを意識的にこう繰り返して行うことで、腰痛への気づきとですね、痛みを乗り越える体験を積み重ねるということが、生活と人生をより充実したものにできる大きなきっかけの一つになりますので、ぜひですね、参考にしていただけると幸いです。今回の話、ここまでというふうになりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。